これタンポポとかじゃない？タンポポ？三角のフライパンでやってんの？だしは結構和風なイメージですね。うん、うん、絶対に。なので和風になりそうな食材を入れていきたいと思います。素晴らしい、和風になりそうな食材を。お、何それ？これは、うん、昆布です。昆布、あ、だし、お出汁よね。昆布です、はい、うん、和風だしといえば昆布ですからね。本気で、すげえ、入れます。しっかりお出汁とって。確かに、ちょっとそれはこれは、うん、とろろです。とろろ、とろろも入れましょう。ほう、だしだからね。マジ、うん、いいな、いい女感出てる。出てるな。出汁から取るって。そうだよね。ちょっとな、なんかお野菜でも入れてきます。な、いいね。それはあれでしょ、オリジナルをちょっと入れるってこと。そうですね。リンゴいきましょうか。リンゴ。おい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 。よし。はいはいはい。はい、こっちもめっちゃ見たい。これを。これを。お。こちら入れちゃいます。ゲー。おお。うわ。翼さん、ネギ、ネギ、ネギがあると本当に食材が一気に華やかになるんですよね、うん、お料理が。ネギ、ネギ、ネギはそれ、はい、あ、そのサイズね、薬味のサイズね。それぐらいです。たっぷり入れるネギよ。ちょっとでかいですけど、まあ、いいでしょう。うん、でこれはちょっと余って、うん、もったいないので、もったいない、出汁に入れちゃいましょう。うっそ、マジ。あ、臭み取りだ。臭み取り、臭み取りだ。いいとこ気づきましたね。卵切ります。卵も一口の一口サイズに切っていきます。これ錦糸卵ではなくて、私がこれでいきましょう。うん、よし、一個一個のある程度の食材を絞りましたね。うん、で、あ、さつま揚げもいっときましょうか。さつま揚げもいっときましょう。さつま揚げって言わなかった。でもうまいはうまいでしょうね、入ってね。助けてもらいましょう、これに。あー、いいかも。うん、オッケー。1、2枚切ってきましたか。はい、完成です。具材はこちらで完成です。こちらで完成。じゃあ、あとはこちらですね。お出汁を。お出汁を。お出汁ももうそろそろいいかな。だいたい母が言ってるのは、お、母が言うには、母いわく、和風の料理を作るときは、うん、みりんと酒と醤油があれば、うん、大体いけると。大体いける。言ってましたね、母の教えを。なるほどね。はい。おー、ぶね、一番最初にお酢を掴んでたじゃん。ぶね、甘くなるのでね。うん、これたくさん入れましょう。計らずにね、目分量だ。うわー、どうふわうん、醤油。醤油はね。おーいお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 ー。おー。おーうん、で、これは臭み。うん、臭み取りでお酒です。うん、お酒、お酒どんぐらい出てるの見えないって。うん、なるほどね。どんぐらい出てんのよ。黒魔術じゃん。見えない見えない。え、誰か殺そうとしてる。どんなスープなってんのちょっと。すいません。あと、わら人形用意するだけなんだけど。え、こちらね、うん、はっきりとこ見えてないから、だしをこしていきます。こしたら、多分見慣れたあのだしです。おーい。なるほどね。こうやって出来上がってます、前半は。黒くない？あ、あれでもどう？あれ？意外と成功？意外と、なんか醤油ラーメンの色だね。うん、確かに。じゃあ盛り付けていきたいと思います。はい、じゃあ豪快にも乗せちゃいますね。お、あ、いいね。そう、盛り付け方知ってんだ。盛り付け方は分かりますよ。はいはいはい。ここで挽回していきましょう。なるほど。紅胡椒をね。うん。おー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 。すごいね、やっぱ。最後に。最後に。最後なの、ね、もう最後か。手焼きのお肉忘れてました。ああ、お肉。あ、使うんだ。鶏肉じゃん、そうそう。焼いただけかと思ってた。何のために使うんだ。使えますよ。うん、ちょっと、もうこのままいきますよ。え、ごろう屋のラーメンかこれ。豪快だね。ラーメンだったら嬉しいよ。ラーメン王の時のごろう屋か。
インパクト大事ですか、料理は。すげえな、いいね。うんうんうん、いや、ちょっとうまそうかも。ちょっと美味そうですね、うん。はい、こちらに、こちらに最後ちょっとお玉とかね、お玉とか。あー、あー、お玉。そう、あのメダカ水槽に移す時のやり方だから、それはヒギメダカ。おーい、おーな、どう？ラーメン王だね。変わってますね。ラーメン王。あれれれれ、こちらで完成でーす。完成でーす。お疲れ様。あー、いいね、かわいい。かわいいですね、女子らしさが出てますね、うん。なんかあのウサギが沈んでるみたい。かわいくないですね。かわいい。やめてください、その例え。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい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 。お疲れ様でした。とんでもないのができてますね。どうですか？何ですか？なんか何？第一印象ですか？うん。なんかウサギが沈んでる。聞きましたよ。ウサギのね、あの沼に沈んだウサギ。まだ一個だけっていいですか？はい。その味うんぬん見た目うんぬんの前に、うんうん、これが、ほう、あれで見てるんですよ僕。うん。もう鍋にかぶってて、うん、何をどれだけ入れたか全く見えてない。事前に、翼が作ってくれてるんだよね。あ、そうですね、はい、作ってくれてるので、ちょっとりんちゃんのと試食で食べ比べ、はい、してみたいと思います。行きましょう。はい、さあ、それでは、うん、まずはりんちゃんが作った鶏飯から試食していきたいと思います。鶏飯ですね、はい、はい、楽しみですね。よそってください。はい、あとそこのおにしめは何？おにしめ、おにしめ、これ2品目です。あ、食材無駄にしないっていう。そうですね。あ、なるほどね。いいね。さすが。美味しかったらすごいからね。よし。あ、綺麗につけました。ありがとう。はい。幼稚園生か。まだ綺麗につけました。じゃあ皆さん、お待ちかねの。ちょっと待って、俺少ないのがいい。ねえ。じゃあ、おさ選ばせないですよ。俺さっき牛丼5杯食ったのよ。いやいや、食べてないから。じゃあ、俺今から牛丼6杯食うから。なんで今から食べるんですか。そんなに食べたくない。ツッコミスキルが上がってるな、急に。ではいただきます。いただきます。うん、うまいな。あれ、あれ、カリアさん、あれ、なんでどういうからくり。うん、昆布やら鶏肉から出てくる芳醇な旨味が鼻の中から口まで駆け抜けて胃袋刺激してるな。最高のコメントじゃないかな。ありがとうございます。紅生姜もピリリと刺激してる、うん、悪くない。何これ、あんま食べたことはないですよね。でも、うん、こんな郷土料理あるんです、うちの県って言われたら、おい、おい、え、ちょっと、マジ、え、本当に頭がおかしくなりそう。ちょっと何度冷静にちょっとカメラ俺が、うん、ちょっと何でだ、おい、タレントがカメラで本気出すな。すごい回ってくださってる。お顔が撮りたかったからね。正直にね、そうね、おいしいおいしい。あの、うち、うちの相棒がもう、はい、なぜかカメラマンを持ち出してるから。確かに、もう持ち方が本気ですね。すごい、お前の鶏飯食わせ。はい、オッケー。なんだいつ。さあ、それでは、はい、翼の作った鶏飯を試食していきたいと思います。はい、とりあえずこれがスタンダードだろうと思って作りました、うん、はい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 。全然違う。めちゃくちゃうめえ。めちゃくちゃうまい。全然違うね。おいしい。全然違う。ああ、マジで。おい、下げろこれ。二度と目の前に出すな。もう全然違う。優しいね。もう、これが鶏飯。出汁がもちろんちょうどいいのはあれだけど、うん、やっぱこの出汁がちょうどいいから、うん、たくあんの歯ごたえもちゃんと楽しめるし、うん、お肉の感じもね、さっき言う美味しいとか言ったけど、パッサパサだ、パパサだ、こんなジューシーじゃなかったもん。美味しい。これなんで違うの、お肉。お肉も焼かずに茹でてます、うん、なるほど、茹でだ。やっぱもう焼くと縮こまる、もう自分でも言って、うん、縮んじゃうから縮まないような火の通し方をなるほどねした方がいいかなと。ちょっと何とも食べてみるわ。
そうだな。ちょっとカメラマン交代ね。さあどうぞ食べてください。はい、じゃあいただきます。でも何度もさっき美味しいって言ったからね。確かに。ちゃんね、最後カメラ寄ったらリアクション。うるせえな。いきますよ。はい。アクション。アクション。映画。うまいっすね。あ、やっぱ違うよね。全然違うよ。確かに。でもどうですか、りんちゃん。初めて鶏飯作ってみて。初めて鶏飯作ってみて、うん、まあ、結局、まあ、いい勝負であったかなっていう。やかましいな。やかましい。まあまあ、翼さんのもありだけど。私のも私のも。もちろん美味しいですよ。美味しい。そりゃそうだよな。りん派の人もいるかもしれませんね。いるかもしれないね。だから、なんかもし、このオアスタジオオフ会とかやったら、うん、うちのりんちゃんの鶏飯を。はい、もう皆さんに振る舞いますんで。振る舞いますんで。はい、ね、皆さん、ちっちゃいビニール袋だけ持ってください。ビニール袋。といったところで、はい、第2回の作ってたもやんせでした、はい、ありがとうございました。